パンプ作業は一部位終わるたびにやるものですか、それとも全部終わらせてから全身パンプ作業に入るのでしょうか。これはおそらくパンプ作業というのはパンプの種目のことなのかな。例えば大胸筋、最後ねベンチプレス終わって最後のセットはパンプのために少し重量を軽くして多くレップをやるとかね。俺これは別に決まりはなくて、このユウさんが今一部位終わるごとにやって、まあ一部位が全部終わってから最後にね、例えばペックフライとかケーブルクロスオーバーでパンプを重視にやるとか、それとも全部位終わらせてから全身パンプ作業に入る。まあこれは俺は個人的にはやったことはないけれども、おそらく例えば胸と肩と三頭やってその最後に全部をパンプさせるという意味かな。これはね別に決まりはない。ただ俺は個人的に好きなやり方は、例えばベンチプレスの最後ね、最後のセットの時少しやや軽めにして少しパンプを重視、レップスを多めにやるとかね、そういったのを入れることは多くて、これは科学的というかね、俺がいつも言ってる18から12回の中で重さを伸ばすという法則から外れるんだけれども、やっぱり、ね、パンプというのは重要で、要するに科学的刺激、乳酸を貯めて筋肉に血流を多くするという作業もやっぱり筋肥大にはつながるんだよね。これはもう経験的に、ボディビルダーパンプさせるというのは経験的に分かっていることなので、簡単なのはやっぱり種目ごとに最後にパンプを入れるといいんじゃないかな。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も良い一日を。